梅さん、こんにちは。私は最近梅さんが体調が悪いとか大会で振るわないとき以前より心配になるようになりました。以前は他人の動向に関心などなかったのですが、年を重ねると母性に目覚める過去男ですが、ということってあるのでしょうか。ファンだったスポーツ選手が引退する際なども、今まで頑張ったね、お疲れ様だ、お疲れ様だね、など、自然と考えている自分がいて不安になります。っていう。 不安になっちゃうんだねこれは不安っていうかああ,あ,あまあ変,変化みたいなことに変化がうん、うん、不安に不安っていうのはよく分かんないけどただ俺これ,これは多分、うん、えっと自分と重ねてるんだと思うなああなるほど うん、体調が悪いっつってさ、例えば若い時ってさ、うん、他人が体調悪いっつってもさ、うん、どうせ大丈夫っしょって思ってたじゃん。うん。でもその40とかさ、例えば50とかになるとさ、体調悪いって言うと、あれ大丈夫かなってなるじゃん。でもそれって、多分自分と重ねてるんだよ。自分の体験と。ああ、なるほどね。だから、このファンだったスポーツ選手が引退する際などもって話も、自分の年齢が上がっていって、自分も、 若、うん、い時のように頑張れないなとかもしかしたらそろそろ現役退こうかなみたいな感じで、うん、思うから他人に対しても思える。ああそうかそうか、うん。っていうことだと思う,そうだ、ねうんだああなるほど確かにそれは本当におっしゃる通りだね。うん、若い頃は確かに本当そうか気にしないのはうーん自分自身もそういう衰えみたいなのを感じてるからこそみたいなのもあるのかね。うん うん、だからそうなんじゃないかなと、あ、ちょ、ごめんあ、ツイッタートしてなかったわ。ああ、おい,いよ、うん、まあじゃあ、俺、しゃべってるけど、その、うん、まあ、今ね、ちょうど、俺も、おめえちゃん大丈夫かなっていうのあったけど、うん、やっぱり一緒よね。自分もやっぱり、その、いろんなものが治りにくいとかさ、うん、結構すぐ体調を崩すようになったとかさ、うん、うん、都市的にね。で、なであなたと結局3つしか俺離れてないから。うん あのー、まあそういう部分でちょっと心配になったりみたいなことがあるんだろうな確かに若い頃思わなかったもんな思わないよあうん体調したんだぐらいうんそうだねああなるほどだからやっぱり体験とかがさね、うん、こう人のあこういうこともありうるなみたいな感じで心配になるっていう気がするっていうかその人間ってやっぱ年取ると体験が増えるから、うん、うん不安なんかその ちょっと不安になったり、要するに怖いとき怖いもの知らずってさ、うん、裏を返すと経験不足ってことじゃん。そうだね。うん。あの、た、例えばだけど、フリージャンソーとかでもさ、うん。あの、なんだろう。若い子って、やっぱり、痛い、うん、手痛い、若いっていうか初心者ってさ、その手痛い包重とかしてないからさ、うん。結構危ない針とか切るんだよな。痛い目に遭ってないから。はい,はいはいはい。うん。で、年行けば年行くほどさ、 <laughs> その記憶の中にさ、これ切ったときに前、2万、うん、4000って言われたな、みたいなさ。ゲームになったな。そうそうそう。っていう体験があるから、うん、恐れるわけじゃん。慎重になるわけじゃん。警戒するわけじゃん、えーうん。それと同じでさ、まあ、警戒するってことだけじゃなくて、なんかこう、人の、うん、人に同情するっていうのも、自分が経験してないとやっぱ同情できないから。うん、そうだね。うん。ああ、確かに。っていうことの、まあ、一部な気がするな、これはな。いや、それは本当そうですよ。うん。 めちゃめちゃこの方のこの一番最後の不安になります。これ解消されたと思いますわ。今の言葉で。むしろ、むしろ体験が増えたっていう、経験が増えたっていうことなんじゃないかちなみに今日、あ、ごめんね。ちょっと、あの、ちょっと抑えめに喋るけど、これ一応風のあれをこじらせないようにケアして喋ってるだけで、テンションが低いわけじゃないから。ああ、全然分かってる。大うんうん。あの、足からず。うん、大丈夫。はい。いや、いい答えだったなぁ。うん。 いいことだと。かなっていう気がします。だって俺は実際若い時にその引退した選手思わなかったもんなあんまな。そうだよね。ああ、思わなかった思わなかった。やっぱり若い人とかばっかりに目がいくよね、若い時は。うん。うん。でも、年取ると、あの人は年だけど頑張ってんなみたいな、そっちに目が行ったりするからさ。そうだね。うん、そういうことだと思うな。より応援したいするもんね。うん。うん。あるわ、かるわ。 ということだと思います。素晴らしかったですね。はい。じゃあ次行きます。皆さん、配信お疲れ様です。私は2019年あたりから格ゲー界隈に入ってきたものなのですが、現在スト5が発売されて6年目、鉄拳7はリリースが7年というのを知り、一つのタイトルを依頼し続けるにしてはどちらも長すぎると感じました。近年ではシーズンごとによる大型な調整や神経な投入といった味変がありますが、プロシーンが盛り上がっててもランクマンに同レベルの人がいないと感じる時間が長く,かん長く感じる時があり、 4、5年がタイトルの賞味期限なのではと感じました。また、ストシックスの発表の際に、えー、プロの方々含めようやく余ってましたという反応をとっても参見されました。皆さん、タイトルの賞味期限に関しては何年くらいがちょうどいいと感じますか、えー、ぜひご意見をお聞かせください。超失礼しました。えっ、ー、とね、うん、まあ、これは、うんうん、えっと、まあ、いろいろと思うことはあるんだけど、一つは、うん 結局でもその味変っていうけど味変の度合いによっては45年だろうが10年だろうが持つわけですよ。持つね。うん。だから別にそのゲームそのゲームそのもののえっ、ー、とアッ,プアップデートありのゲームの寿命が45年なわけじゃなくて、うん、うん。だからそのメーカーのさじ加減ってさじ加減っていうとあれだけ大変なことだと思うんだけど、うん、そうメーカー次第だなっていうのがあるから、うん、45年って っていう、その、アップデートがあるゲームに関しては4、5年っていうふうにあの決めつけることはまあできないよね、まず。うん、で、えっと、これ結構難しくて、例えば、うん、あんなに流行ったスト2シリーズでさえ、はい、一般の人にとっての賞味期限って多分、初代スト2から X までで2年ぐらいなんですよ。ああ、確かに。あんなブームになったのに。はいはい、もちろんその後続けてる人たちはいたんだけど、 ストツそのもの、まあ、当時ねいろいろ格ゲーでしたってのもあるけどストツそのもののシリーズの、まあえーとこまあ、寿命っては多分2年ぐらいなんだよね。うん、それに比べると,、えーとまあ、今ってすごい長く、あのー、遊んでもらってるなっていうのもあるし、うん、でねその一方で、うん、もうこれ以上バージョンアップしないんだなって思えば。 逆に10年とか20年とかやるわけじゃん。同じゲームを。そうだね。うん。そうだから、アップデーがあるっていう前提が、うん、うーん、ちょっとこう、要はまだ全部やり尽くしたわけじゃないんだけど、どうせアップデ入るんだったらもう早くアップデ入れてくれみたいな。うん。そうだから、細かいところにまだ食い残しはあるんだけど、もうほぼほぼメインの部分食ったから、うん。うん。っていう感じになると思うんだよね。 隅々ご飯す一、うん、粒も残さず食べますよじゃなくて、うん。なんとなくこう、わさわさって食って、はい、じゃあ次のバージョン頼みますわ、みたいな。ちょっと、贅沢になってると思うんだよね、ゲームの遊び方が。ああ、なるほど。今ってね。そう。だって、うん、ストツーとか鉄拳とかさ、鉄拳じゃねえや。ストツーとかさ、例えばサードとかさ、いまだにね、あの、やってる人たちってい,い,いて、その人たちからしたらもう、何が4、5年だよって、もう何十年もやってるよ、こっちはっていう話。なるしね。だし、別に飽きてないわけじゃん、あの人たちは。 きてないそうだから、まぁちょっと贅沢になってんのかなーっていうのはあるかな。だから、難しいよね。マニアからしてみれば、もう本当に同じゲーム20年もできるし、うん、なんかそういうアップデートが前提ってなると、結局、そのアップデのスピードだったり、アップデでどれぐらい変えるかみたいなところで、この人の言うとこの賞味期限っていうのは変えられてしまうし。うん、うん この方が言う、例えば賞味期限的なところってさ、システムとか、システムの変更って言ったらおかしいけどさ、基本的にアップデートってキャラが増える、バランス調整バランス調整とかがメインになったりするじゃない。で、大元のシステムを変更するっていうのって基本はないじゃない。 ゲージが増えたり減ったりみたいなさ。っていうのは少ないと思うから、多分その、うんえー、一つのゲーム、うーそのアップデートも含めて、うん、それが長いっていうのとは違うんかなち。違うシステムのゲームをあの早めにリリースしてほしいっていうかさ。それはまああるだろうね。うん、えー。それが、うん、それがあるんじゃないかな、多分きっとね。うん。う結局。 うんまあ、どんなに面白くても、まあ、ライトユーザーはやめる、やめるし、ベビーユーザーは逆にね、うん、全然アップでなくてもずっとやるし。まあ、そうだね。うん。だから、このランク前に同レベルの人がいないっていうのは、まあとは、あと要するにだから、後追いはきついよねっていう。後追いは、うん、そうそうそう、やっぱななっうそうだな。うん。確かに、それはそうかも。それで言うと多分、4、5年もった,持たないよ。後追いの人のことを考えると、うん、まあ、俺は2年ぐらいじゃないかなと思うな。そ,そうだね。 そうだね。3年目からやり始めますは結構きついと思うな。うん,うん。うん。でもさ、サウメちゃん、例えばスパンが3年だとするじゃないだいたい。うん。大体3年だとしたときにさ、3年目からそのゲームを始める人っていうのがやっぱりいるのかななんかいるいるいるけど、やっぱり環境はだいぶい、うん、変わっちゃうよね。やりづらくなっちゃうよね。あうん。うん、そうか。って気がするな うん確かに6年とかあるゲームで4年目とかだともうきっついもんなあとちょっとこれ思ったのは多くのプレえちょっとプロの方々含めようやくが待ってましたという反応をとてもって話なんだけど、うん、あの多分、えっと、プロがう生まれる前の5年とプロというものが生まれてからの5年って、うん、プレイ時間全然違うと思うんだよね。うん <laughs> プロの五年とその仕事帰りとか学校帰りにやる五年って、うん、バ倍とか三倍ぐらい違うと思うんだ。全然違うな。だから一昔前で言うところの多分15年分ぐらい下手したらやってるから。ああそうかそうか。そうか。ん。それはやっぱそろそろ新作がやりたいです。そうなるよな。なるよな,なる。なるんじゃねえの。まあ多少アップデーがあったとはいえさ。あ<ー>うん。 ちゃだいたいのあれでいいんだけどさ、うん、まあ例えばバ、まあ、ンパイアシリーズとかあった,あったじゃない、うん、でヴァバンパイアノーマルバンパイアハンターバンパイアセーバーあったじゃない、うん、あれ大体周期的に何年ぐらいで出てるの一年当時は1年ぐらいかなえ本当じゃあえヴバンパイアの1年後にハンター出てるってことそう。ええー、それは早い !2 年開かないね。そうですか。だってバンパイアが俺が13の時に出て。 ハ、うん、ンターが14の時に出てセーバーがまあ15ぐらい大体<ー>大体ね一<当>、うん、年半ハンターとセーバーちょこっと空いたけどでもまあ2年経たたないあ本当そうなんだ 1>, 1年半ぐらいかなゼロシリーズもそんな感じえっとねゼロワンは、うん、よく覚えてるなゼロワンは俺13歳だったなゼロツーは俺14歳だったな、うん ゼロ3はちょっと、03がちょっと開くんだよ、多分。ゼリーはちょっと開いた。2年ぐらい開くんじゃないかな。あ、なるほど。確か、うん。これでも2年なんですね。確か2年、いや、うん ?1、2、3。2、あでも二年半とか。ちょ、ちょっと開いたね。ゼーゼロ3は開いた。そこは開いた。カップンカップスは全然開いてないよね。一年。カップ1、カは全然開いてないです。半年1年ぐらいじゃないかな、あれな。1年弱かもしれないです。うん。下手すると。そう。 めちゃめちゃ速かったそれはそうなんですよあそうかじゃあえー、すごいねじゃあシステムが変わるゲームが、うん、あの1年ごとに出てる下手すりゃそうだねそうだね01っていうゲームにはあれがないですもんねオリコンないですよねな、はい02からオリコンスタートです、ね、02からオリコンだよね<う>で03で引き継がれてガードゲージがプラスってことだよねそう ゼロスリーの系譜としてはそうあ<ー>だから、ストーとかも結構いいペースで出てた気がするよ。ンス,ストスーファースト、セカンドは結構パンパンって出た気がするな。パンパン出たんだ。へで、サードがちょこっと空いたけどって感じだね。結構。うん、俺、全然詳しくないんだけど、ファーストのセカンドって、ファーストからブロッキングってあったんでしょ <laughs> うん、あったっつうか、まあ、だそれは売りだったからね。 スト3っていうゲームの売りはブロッキングだったから。セカ,セ,カうん、セカンドから追加されたシステム面って何かあるんですか俺、ファーストやってないから。あ、そうなんだ。わかんない,んないけど。あ、えっ、ー、とね。うん。追加されたっていうより、緩和されたのかなブロッキング自体が。強すぎて初代。ああ、はあ。あの、ブロッキングの、なんかその、受けつ、なんだっけな。前下、前下。 ブロッキング入れ続けるとずーっとブロッキング取れちゃうっていう、うん、<laughs> ブロッキング1回入れた後のブロッキング不能時間みたいなのがなんか前,、うん、前、前、前、うん、その立ち立ちのブロッキングと下のブロッキングでそれぞれ別に設定されてたのかな、確か。へえー。そう。だから前やった後に前の受け付け切れても今度下入れれば下取れるみたいな。ああ、なるほど。 <laughs> なんか、カッ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 しながら前に歩いてって。うんうん、で、グラップみたいな。先に手出した方が負けみたいな。そういう感じだったのか。うん。だちょっと、ファーストはそう、ちょっともう破綻しちゃって。っていう感じだったのね。で、セカンド、うん、そう。だから空中ブロッキングも確かずっと入れれたから、基本は、もう、無敵状態っていうか。無敵状態ああで、セカンドで 2, 2回入力になって <laughs>、まあ、それでもめちゃくちゃ強かったけどね。 2回取れるって、うん、うん、確かに <laughs> でし、猶予も確か、地上の猶予ももうちょいあった気がするなぁ。で、サードになって、だいぶそこら辺、うん、なんか、空中ブロッキング1回になって、うん、みたいな、なんかちょっといろいろとあの、ブロッキング、あれブロックじゃん、グラップも、縦押しになったのかな。セカンドまでは確か大攻撃投げてた あそうなんだ。なるほど。確か。うん。確かそうだった気がする。ええー、なるほど、なるほど。うんうん、そ,うそうそうそう。そうか、じゃあ、徐々に変わってって感じ、ね、でも、まあ、2年、二年以内に新しいゲーム出てるってことか。うん、そうだね。ああ<ー>。うん、それこそ、梅ちゃんたちが今、昔より3倍ぐらい時間を感じるってことは、確かに、そのぐらいでまた出てくれたら、ありがたいっちゃありがたいのか。えー、で、アップデートの、 スパンが短いそうね。大変だけどね、まあ、メーカーさんが。俺はだから結構長く遊ぶタイプだから、うん。うんあれだけど、まあでも、うーん、まあ、そうね、まあ4、5年ぐらいで新しいの出てくれたらみんな嬉しいだろうけどね。うん。うん、4、5年か、そっか、うん。まあでも作り込みによるだろうけどな、それも結局。 スパンが4年だとしたら、うん、アップデートはどれぐらいのスパンが嬉しい四4年で終わるとしたら。難しいなしい、ね、やり込みもあるもんね、ある程度。うん。半年かな半ヶ月じゃ。半年でどうですか<ん>半年。半年ですかなるほど。で、それで絶対入るようにしようし、ん。その、なんか入ったり入んなかったりなんだよ、正直。 アップじゃなくて、この時期に絶対入りますよみたいな。なるほど。とか、エボ後に絶対入るよとか。カップコンカップ後、まあカップコンカップ後は毎年入ってたけど、じゃなくてなんか何月は絶対入るとか。そういうのがあると、あんまり早くすぎると、その普通、なんていうかこう、ライトユーザーが戸惑うっていうか、えなんかこのままがんなくなってるんだけどみたいなのがあるから、まあ半年ぐらいじゃねえかなっていう。 半年間かプロの方々は構いやすいかもしれないね。まあ、プロ目線で言うとね、半年ぐらいかな。ただ、その、うん、大幅に変えちゃうと、ねえ、せっかく練習したのに、うん、えってなっちゃうから、うん、うん、まあ、その、あんばいは考える必要あると思うけど。うん、うん、だからその ストーファイブの初期にあったさ、シーズン1からシーズン2ってとんでもねなんか新作出たのかよ、これってぐらいキャラ調整入ったから。<laughs> そんなだったんだ。うん。それって、もうねえっていう。じゃあ、この1年何だったのって話になるぐらいのそうか調整入ったから。かかまあ、そういうの、そういうのをなくせば、うん、うん。今いいんじゃねえかな、半年ぐらいの頻度であっても。っていう気がする。そうかそうか。うん。これ、ああ、これ強すぎるな、みたいなのって。 あっても1年放置とかしちゃったりするからうんうんそう長いよねっていう半年だったら我慢ができるというかうーんまあ長いけど長いと思うけどまあまあ,まあまあ半年ならいいんじゃないっていうなるほどですうんはいじゃあまあそんな感じでうんはい、えー、私は格ゲー未経験者です梅原さんの言動などをきっかけに格ゲーにも興味を持ちました試合も楽しみたいのですが 展開が理解できずスピードに追いつけず、技術や駆け引きなどを楽しめているとはかな。正直は思いません。観、え、戦、ー、の面白みはプレイしないとわからない、上達しないとわからないでしょうか。でも、例えば野球やサッカーなどは未経験者のファンもたくさんいて盛り上げているという印象です。相撲ファンなんかも、相撲ファンなんかはもっと力士は少なそうですね。ただばゲーにもそういう楽しみ方はあるのではと思っています。格ゲー未経験の人が未プレイのまま理解して楽しむコツなどありましたら、 教えてくくださいいいよろししお願いいたしますなるほどでもほとんどね、動画勢って言われてる人たちは、中身は理解してないと思うけど。うん、まあ、それはそうも、細かいところまでは全然理解できないななし、だし、基本的なゲームのルールは分かってるけどさ、うん、例えば、ダルシム、同キャラとか、まあ何が起きてるのか分かんないでしょ、俺も。うん、分かんないな。うん、まあ、どっちが優勢とかさ。うん。うん。ねそれぐらいしか分かんないから。どっちが体力減ってるとかね。そう,そうそうそう。意外にね、そのプロとかでも、うん、この組みい全然分かんないな、みたいな。 うん、感じだからあんまり気にしなくていいような気がするただ影の場合は体力ゲージがあるから、まあ、分かりやすいよねっていうわかりやすいねうん CA ゲージトリガーゲージ体力ゲージがあるから、うん、知識が少なくても楽しみやすいよねっていう気はする確かになですねそうかまあな、まあ、あとは応援する人がいればね、うん、自然と、ね、楽しめるっていうかね <laughs> 格闘技とかも、格闘技のこと分かってない人ばっかでしょ、見る人って。いや、そう、そう思う。野球やサッカーでも、細かいところまで分かってる人なんて、もう本当に、一部だよね。本当に数少ないと思うから、チームとかね、選手のファンとかね、やっぱそこが一番楽しむのはいいかもしれないね。スムーズに楽しむ。だから、とりあえず、まあ、好きな選手を見つけてくださいっていう。あ、俺、俺か。そうだね。つまり、この場合は俺か。あなたですよ。 だからまああんまりみんな分かってないから気にしないで気軽に楽しんだらいいと思います。うん結果を追うだけでも楽しめると思いますから。うん